お車、すぐに参ります。うん、今日の予定はどうなっているかね。ええ、この後はエトワス社で。社長、いかがしました？気のせいか。いや、出してくるため。自慢の品ばかりですよ。またのご来店を。当店ではカルバードの伝統を受け継いだ最高品質の商品を取り揃えております。どのようなご用件ですか？それではまた。どうぞご覧ください。またお越しください。当店では あもうこれだから出くわしたくなかったんだけど。久しぶりね、レティ。バルターはまた大人げない格好だけど。この人前からこんな感じだし、やんちゃに磨きがかかってるみたいだけど。あれと比べられてもな。そもそもあいつは俺より年上だろうが。それはともかく、確かに見違えやがったな、レン。いい意味でも悪い意味でもだが。それはありがとう。あなたにそう言われると安心できるわ。何せ結社随一の悪趣味、今しめをどう破るかがモットーだものね。そのモットーの逆を行くのもそれはそれでおつなもんだが。まあお前さんはそれでいいだろう。せいぜいゆるーく付き合ってくとしようぜ。今回みたいに限定的に手を組んだり、たまには互いに殲滅し合ったりしてな。異常はないわ。その時は全力でやらせてもらうけど。
向かうとすっか。片付けなければいけない案件ができてしまいました。しばらく一人で行動します。勝手なことをして申し訳ありません。目的地に向かいます。へえ、映画館もあるんだ。今はもう結構どこでもあるからね。何でも言ってくれよ。また来てくれ。 MK 社があるオレザの市。どうだい、どれもいい品だろう。また楽しみにしてるぜ。
ームアークライド解決事務所、協力者千の破壊者のチーム登録を解除、囲碁のゲームへの干渉を禁じる。
スキー確認。チームアークライド解決事務所、これより中層領域を解放する。来たな、参加者たち。自分はアレクサンドル。第二フェーズ中層領域を担当する。基本ルールはメルキオールが話した通り、互いに潰し合いつつ進んでもらうことになる。昨日脱落したのはたったの5チーム。これは想定していたより進みが悪い。中層のタイムリミットは4時間だ。残りチームが半分になるのが理想だな。今回必要なアクセスキーは6つ。逃走を乗り越えたどり着いてみせるがいい。そうだな。この剣撃の音、もしや。セリスさん。さっきからちまちまとネズミらしい戦いぶりじゃねえか。これも戦法、真正面から挑むなと愚の骨頂。猛牛がごとき守護騎士殿に理解できると期待はしていないが。んだとてめえ。落ち着いてください、セリスさん。彼らもある程度は分かっているでしょう。手だれを集めて策を弄したところで、セリスさんと僕には届かないことを。
双方収めるがいい。見つかっちまったか、バルク。いえ、ベルガルド先生。すでに私は教会を離れた身、とやかく言える立場ではない。だがそれゆえに、私個人としての筋でお主らを正させてもらうつもりだ。同じ女神をいただく守護騎士と僧兵たちを代表するお主らが、罪なきあまたの命がかかっているこの局面で手を取り合うまではいかぬとしても、よもやくだらぬ縄張り争いなどに興じたりしてはおらぬだろうなと。やれやれ、さすが先生、グーの音も出ねえぜ。そうですね、あなたたちもそれで構いませんか。もとより我らに争う意思なし、慣れ合うつもりも毛頭ないが。てめえ。が潰し合うのも愚策。そこは死のおっしゃる通りだろう。我らは失礼する。遊戯盤の先で会えることを祈っている。先生も噂は伝え聞きましたが、久々にお目にかかれて何よりです。私もだ。